一緒に潜り込んだ布団。今日は日曜日、夢の続きを見よう。寝ぼけた背中にすっぽり顔をうずめてみる。甘く小さな私だけの世界なんだ。好きでいてくれてるかしら。ふと気づいたらテーブルの上にあった小さな置き手紙。心があったかくなって口を添えて何度も読み返したよ。人間活動の 80% あなただけで埋め尽くされているの。その瞳はずっと見つめてたいわ。いろんな寄り道してきた二人だけど、こうして隣にいれることを奇跡なんだと思っているの。今日も明日も一緒にいる。